どうも、ダパンプゆうやです。さあ、オーマイダパンプフォー YouTube ということで、今回も一つよろしくお願いいたします。さあ、85回目、この回はですね、ダンス世界制覇、これも結構長いことやってますね。世界各国のダンスを学ぼうというところで、今回来ていただいたのが、なんとこの間ですね、TikTok スペシャルでも来ていただきました元気先生。うん、この間ね、スーパーシマダブラザーズとして来ていただきまして、元気先生がなんとですね、実はレゲエのダンスホールキングアジアチャンピオンというところでですね、ものすごい、しかもグループではですね、レゲエのね、世界大会でも2位とかものすごい成績を収めている人だったというところなんですね。そんな元気先生からレゲエを学ぶというところでやりましたけれども、どうですか皆さん、レゲエ印象というかね、僕はなんかすごいこう自由な感じ、なんかこうノリグルーヴがを重視して、すごい自由な踊りなのかなと思ったらですね、このグリーンティングチームでは比較的こうタイトな振り付けが多くてですね、しかも結構ちゃんと揃ってて、大会コンテストに出るような合わせ方というかね、すごいなんか全然この自由なの中に決まりがちゃんとあって、それを確実にこうきっちり合わせると、あ、すごいな、レゲエの印象がだいぶね、僕の中では変わるようなショータイムだったんですけれども、まあその中で元気先生にね、ベーシックなレゲエのフォームというかね、振りを教わりつつ、最後はちょっと最近のムーブなんかもというところで教わりましたけれども、まあなんて言うんだろう、今回はこの元気先生にだいぶ助けられた回というかね、元気先生のキャラクターがものすごいいいですね。はい、なんなんだろう、なんかちょっと見た目はね、そのなんかこう派手というかね、ファンキーというかね、なんだけど、すごいなんか芯はすごいしっかりしてるというか、あと教え方もすごく丁寧で優しいというかね、全然こうギャップがすごいなと思いましたけれどもね、なんかこういろいろね、こういうことがベースにあるんだけど崩していいですよと、自由に好きにやっていいですよってなって、でこれって先生合ってますか、それもありでしょうみたいなことが何回か続きましたけれども、優しいを超えてちょっと適当になってないかなっていうところがちょっと疑問になりましたけれどもね、元気先生すごい良かったですね。またお待ちしてます。元気先生ありがとうございました。さあ、続いては2回目の How to Michael、ね、というところでですね、今回もマイコーリョウさんに来ていただき、ガチの振り付けを、教わりまして、今回ジャム、ね、俺ちょっと一個気づいたことがあって、似てると思います、ものすごく。なんて言うんだろう、あのね、普通にリョウさんとしてじゃなくて、スイッチが入ったマイコーリョウさんになると、なんか立ち姿とか佇まいがえって思う時あるんですよね。顔も小さいし、バランスがすごくいいし、あとね、手がね、マイケル・ジャクソン手長いんですよ。そして手のひらがでかいんですよ、僕が思うにね、勝手なこと今言ってますよ。今なんかこうまっすぐ立ってても、ちょっとこう前にこうかぶさってくるぐらいの手の感じというかね、これ俺だけじゃないと思うんだよな、マイケル・ジャクソンそう思っている人も中にはいるんじゃないかな。手がすごく大きいんだけど、その手の大きさまで似てる気がするんですよね。手の長さとか手のこのやり方とかもね、だからダンスじゃないところまで似てる感じが、実際僕は今回マイコーリョウさんの近くで
レッスンしてもらったんですけども、そんなところまで、あ、似てると思って見てましたけれども、それがなんかちょっと不思議な感覚でしたね。実際にもう本当に近い距離でダンスを教わって、あ、マイケル・ジャクソンかもしれないみたいな、本当にそういうふうに思った瞬間があったというかね。マイコー・リョウさん、今後ともぜひよろしくお願いいたします。というところで、今週はこの辺で、ありがとうございました。